はい、どうも吉谷です。今回ですね、ディレクターズクラブの方で、お問い合わせいただきました。今ご案内してるんですけど、吉谷さんが言われている、吉谷さんがディレクターズクラブで、言われている、ディレクターズクラブの紹介動画で言われているマーケティングを組んで SNS を運用するの、マーケティングを組むというのは具体的にどういったことなんでしょうか、教えてくださいということでいただいてるんですけど、このマーケティングっていうのは、まあ、簡潔明瞭に言うと入り口と出口です。入り口と出口をつなぐここの部分です。入り口があって出口があって、ここの真ん中の部分がマーケティングっていうのが僕の見解です。まあ、人それぞれ見解は違うと思うんですけれども、僕の見解はこれです。で、今回インスタと YouTube で、インスタと YouTube を入り口にして、で、じゃあ出口何なのか、自分の商品を売るのか、もしくはアフィリエイトをするのかっていうところなんですよ。自分の商品を売るのかアフィリエイトするのかですよね。売り上げを作っていく、お金を稼いでいくんであるならば、じゃあ入り口がインスタです。例えば入り口がインスタです。じゃあ出口は自分の商品を売るとするな、します。じゃあインスタから集客して、どのように自分の商品を売る、こういうふうに、ここの真ん中の部分をどう組んでいくのかっていうところです。で、あとはまあ大きく言うと、その集客する考え方っていうのもマーケティングの一つになるんじゃないかなとは思うんですけど、だからまあね、ざっくり大きくすぎるんですね。ただまあ具体的に言うならば、その入り口から出口の動線を組み込む、組んであげるっていうのがマーケティングじゃないかなっていう、どういう流れで出口に持っていくかと、商品売るとかアフィリエイトしていくのかっていうところが僕の見解でございます。で、マーケティングに関してはですね、まあ、いろんな本もありますし、いろんな見解がありますし、なんだろうな、正直ざっくりしすぎてるので一概に言えませんけど、ただまあまあ入り口から出口のその真ん中のところをどう組んでいくかっていうところで、お金を稼げない人、うまくいってない人はここの、真ん中の部分ができないんですよ。で、さっき、まあ、ライブ放送し、僕23時からライブ放送やってるんですけど、そのライブ放送で、こんな質問がありました。今インスタのフォロワーが800人ぐらいいったんですけれども、ここからどうマネタイズしていいか分かりませんっていうような質問をいただいたんですね。要はこれって入り口インスタで、フォロワーが増えて入り口がだいぶ育ってきたぞ、だけどそのどうマネタイズすればいいのか分かんない、これじゃダメじゃないですか。ね。その、ここのところがないので、どうやってこっち持ってくのって話じゃないですか。ですよね。いや、インスタ一生懸命やりました。フォロワー増えました。それで終わりみたいな。そこからどうやって商品売っていくの、アフィリエイトしていくのとかね。そこが組めない人が結構多いんですよ。例えば YouTube やっても、YouTube からどうやってマネタイズしてるのか。もちろん YouTube に関しては、分かりやすいやつだと、その YouTube に広告を入れられますので、その広告だけの収入っていうのもあるんですけれども、広告だけの収入ですとちょっと難しいかなと。本当にあの YouTuber 的な何十万とか何百万再生させるような動画作っていかないと、まあ、ちょっと飯を食っていける分まではちょっときついかなっていうところがありますんで、まあ、僕がこのディレクターズクラブとかでね、教えていくのは、その動画を活用して商品売ってったりとか、動画を使ったプロモーションのやり方だったりとか、動画とステップメール、メールを絡めて売っていくとか、まあ、あとは動画を活用して、動画をある活用の仕方をして商品売っていくとか、まあ、いろんな動画の活用の仕方があるんですね。だからそういったのを、教えていくと。だからまあ、その入り口と出口、これをこう全部教えるんですけれども、ここの中身ですね、まあ、この入り口はもう決まってますから、入り口はインスタか YouTube っていうのは今回決まってますので、出口に関しては自分が何をやるのかって話を、これは僕の方じゃなく僕たちが決めることではないので、何するんですかって話じゃないですか。アフィリエイトしたいんですか、自分の商品売りたいんですか、そこは僕たちが決めるところではないので、入り口はもう決まってます、インスタと YouTube で。出口は決めてくださいと。じゃあこの出口に行くためにインスタグラムでどういうふうな、メディアを作っていかないといけないのか、じゃあこの商品を売るためにどういうメディアの運用方法があるのか、じゃあここから、集客をして、じゃあ商品売るまで、アフィリエイトするまでどういうふうな
この仕組みを作っていけばいいのかっていうところを詳しく、ディレクターズクラブでは教えていく予定でございます。はい、でほとんどお金が稼げない人はここの真ん中の部分ですね。例えば、インスタが儲かるらしいぞってやってみたけど、ただフォロワーはね、さっきみたいなフォロワーは増えるけど、どうやってマネタイズしたらいいの分かんないっていう人だったりとか、まあ、YouTube が儲かるらしいぞって聞いて YouTube やってみたけれども、じゃあここからどうやってマネタイズしていくのっていうところが分かんなかったりとか、そこの結局キャッシュインするところですね、キャッシュインの仕方がよく分かってない人が非常に多いんですよ。でディレクターズクラブは、そのキャッシュをどういうふうに生ませるのかっていうところを詳しくお伝えしていきますので、まあそんな感じです。だからそこがマーケティングを組めるようになると、この頭の中で設計図ですよね。どういうふうにやって、こ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 うやって、こ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 うやって、じゃあこういうふうにやって、こういうふうにこうやって、こうやって、こうみたいなのがすぐ頭の中でその構築できるっていうレベルまで持ってきたいなってとこです。ただブログをやってるとか、ただなんかやってるではなくて、それをやった後その先はこういう仕組みでこうやって最終着地ここだよみたいなところを一瞬であのイメージができるようにする、その組めるようにする、マーケティングを組めるようにするっていうのがディレクターズクラブで教える内容です。でそのじゃあそれ組めるようになったからって 100% 当たるかっていうと 100% 当たんないんですね。これはビジネスで 100% 当たるビジネスっていうのはなかなか難しいわけですよ。 100% 戦略通りに 100% 当てる、全部当てる、無理です。これ天才でも無理だって結構厳しいと思います。ビジネスは自分が組んだマーケティングに沿ってこうやったとしても、あれとちょっとなんかあれ思ったより違うなっていうのもあります。ただし組めるってことが大事なんですよ。組めるっていうことが、要は組めるってことは組み直せるわけですよ。でもこれもともと何も組めなかったら組み直せもしないんですよ。直せもしないし組み立てもできないし、もうそもそもキャッシュが生まれないわけですよ。だからまずは頭の中で一瞬でその仕組みをパンって浮かんで、じゃあそれを遂行して実験検証テストをして、あじゃあダメだったらじゃあ今度こっちちょっとこういうふうにやってみようみたいなのをやれるようになると、もう全然そのお金っていうのは稼げないってことはまずありえないです。ありえないです。ただこのね、よく初心者の方とかでもそうなんですけど、質問することが質問することが質問わからないみたいなね、質問することがわからないみたいな。だからもうここの真ん中の部分が、もうここの真ん中の部分だったらもう全部がもうなんかもうぐちゃぐちゃなんですよ。もう何もわかんない、組み立てられない、どういう仕組みでどういうふうにやって、どういうふうにやってマネタイズするのか全然わかんないわけですよ。だからここがあのほとんどの人が稼げない要因じゃないのかなっていうところなんで、まあ、ここをディレクターズクラブでしっかりと教えていきたいなと思っております。はい、まあ、あとですね、あのパウロさんからもなんかちょっとメッセージの動画を今度いただけるみたいなんで、まあ、パウロさんから の紹介ビデオもね、そのうち流しますんで、はい、で今回のディレクターズクラブはパウロさんから映像とかね、実際そのパウロさんも、プロダクトローンチとかの何十億上がってる動画とか制作してきて、動画の制作だけではなくてそのプロモーションに携わってましたので、そのプロモーションでどういう流れでどういうふうに何を売ってたのかって全部知ってるわけですよ。だから、まあ、僕も10年やってますから、どういうふうにやってどういうふうに商品売ってきたのかっていうのは全部知ってますし、知ってるっていうかやってきたんで、まあ、そういうその結構ね、初心者の方でもできないことはないんですけど、まあ、かなり上級になってくる話ですね。上級です。上級。だからあとはまあ結論、初心者の方でもできないことはないんですけれども、まあ結論これマインドになるんですけど、本当になんかそのお金とかではなくて、お金とかではなくてスキルをちゃんとつけようと思ってる人じゃないと無理だと思います。お金を稼ぐスキルをつけようっていう、勉強しようっていう、姿勢がないとこのディレクターズクラブに入ってもまず無理ですね。無理。勉強して自分でお金を稼ぐスキルを絶対つけるんだっていう気持ちじゃないと無理です。だってスキルがあってお金じゃないですか。でここを結構ね、ほとんどの人がないがしにしてる人が多くて、お金稼げるスキルがあればどんな普通の会社でもそうだと思うんですけど、
な、給料が高い人ってその給料が高い分のスキルがあったりとか責任ある仕事をしてるだけの話じゃないですか。じゃあ給料少ない人って、まあ、そもそもすいません、あのそもそもそのなんだろうな、それぐらいのスキルしかないわけじゃないですかね。だからスキルをつけるっていう、スキルを向上させるっていう気持ちがないと、これはまあネットビジネスとかそういう、なんかすいません、そういう話なのもうないと思うんですね。でここをなんかインターネットだとなんか簡単にできるみたいな思ってる人が多いんですけど、ぶっちゃけ簡単にみんな稼げてるんだったらみんな億万長者ちゃいます？みんな簡単に稼げてるんだったらみんな月収100万ぐらい余裕で言ってるでしょ。それ言ってないのが現実じゃないですか。現実ですか。実際に教材買ったら、買っても塾入っても全然稼いでないっていうのがほとんどの現実ですから。じゃあそれってじゃあ簡単に稼げてないわけじゃないですか。じゃあもう気づくべきなんですよ多分ね。ほんとこれ気づいた方がいいと思うんですけど気づいた方がいいと思うんですけど、簡単に稼げるっていう情報は流れてます。じゃあみんな簡単に稼げてたらみんな月収100万ぐらい余裕で言ってるわけじゃないですか。いやそれ言ってないんですよね。言ってないんですよ。じゃあ何が必要なのって話じゃないですか。それはお金を稼ぐスキルです。スキル、力、これをつけないことにはまず収入は上がらないです。これはもうネットビジネスとかの云々じゃなくて普通のリアルの仕事でも一緒です。一緒、リアルの仕事でも全然一緒です。だからここに気づかないとまずいんじゃないかなと思いますよ。僕は10年間その、まあ、本も僕で一応出してますけど、あのなんだろう、そういうスキルがあってマーケティングもちゃんと組めるというかね、それ頭の中で、まあ、全部僕もね当てられるわけじゃないですけど、そういうのをいろいろ考えて組める段階、組めるだけ組めるっていうスキルはあって、ここにあるんですけど、まあ、変な動画作ってみたりいろいろやってるんですけど、でこれが組めない状態でなんか わけわかんなくやってたらダメなんですよ。うん、だからまあまあまあそこなんですよね。なんか結構そのここが大事なんですよ。そこをディレクターズクラブでしっかり教えていきたいなというところで、そこをしっかり自分の頭の中で自分の設計図を組める、マーケティング組んで、入り口から出口をどう持っていくのかっていうところを組んで、で組んだ後は軌道修正ができるというところまで持っていけるような人を育てていきたいなと思います。うん、まあそこができればですね、まあお金が稼げないってことはまずありえませんから。うん、お金が稼げてないんだったらそこができてないです、なんとなくというかね。うん、はい、まあ、そんな感じだと思いますので、そこはね結構ボヤボヤしてるんじゃないかなと思います。はい、はい、ということでいただいた質問に対して、回答させていただきました。はい、なんでまあディレクターズクラブはですね、まあ初心者の方でもできないことはないんですけど、そのスキルをつけるっていうことを重きを置いて学べる人じゃないと、まあ、難しいのかなと思います。だから僕はねディレクターズクラブに関してはその別にその稼げるとかね、あんま煽りたくないし、いややれば稼げるのは当たり前なんで、いやスキルつけようぜっていう、単純にこう本当僕思うんですよね。うん、僕の思うことです。10年間いろんなもう何千人っていうお客さん見てきて、まあ、僕たちもね、僕もその儲かるよみたいな商品売ってますけど、でこのメッセージっていうのは正直、入らないことも知ってます。だってそうじゃないですか。ダイエットもですよ、これ動画で何回か言ったかな、ダイエットもなんだろうな、誰でも痩せられるじゃないですか。知ってますよね、ダイエット痩せる方法。食事制限してランニングしたら絶対痩せますよね。食事制限ちゃんとする、それ以上の運動する、消費する、これで痩せるに決まってるじゃないですか。食事制限する、必要最低限の食事しかしない、それ以上の運動をする、これで痩せないってことはまずないですよね。みんな知ってますよね、こんなの。だけどみんなやんないじゃないですか。じゃあ何買うんですかっていう、ダイエットしたい人は何買うんですか。はい、食べるだけで痩せるサプリ、
食べるだけで、あのなんか食べてもまあ太らないサプリだったりとか、あとなんか倒れるだけで腹筋がとか、まあ、そういうのを買うわけじゃないですか。でそれがまあ人間の本質なんですけど、しょうがないんですけどね。だから僕たちも僕もその売れるように加工したりするわけですよ。要は売れるように、まあダイエットの今日ダイエットだったら、そう倒れるだけで腹筋みたいなね、たった3分でみたいなってやんないと反応そもそもしないわけですよ。で僕が今言ってることっていうのは、ちゃんとやろう、ちゃんとランニングしようっていうことを言ってるわけですよ。これはねやりたくないですよね。でも事実だから仕方がない、うん、ディレクターズクラブはですね、本当にちゃんとやっていきたい、ランニングしてちゃんと痩せるんだっていう人に入っていただきたいです、うん、だてかそれに気づいてほしいかなと思います。でパウロさんもですよ、なんで今飯食えてんのかって話なんですよ、ね、映像のスキルがあるから飯食えてるだけですよ、うん、映像のスキルがあるから飯食えてるだけですよ。じゃあこれパウロさんに映像を、編集できるスキルがなかったらパウロさん今飯食えてないんですよ、うん、じゃあパウロさんどうやってその映像のスキルを勉強したのかっていうと独学ですよ。どこでも誰にも習ってません。それでも自分でスキルつけて今自分のスキルで飯食べてます、うん、あもう本当ねスキルっていうのは大事ですから、まあそれをつけてほしいなと思います。まあ、ちょっと長くなっちゃったんですけど、まあ、質問いただいたやつと、まあ、僕の、ディレクターズクラブに関する思いというか、それをちょっとお伝えしました。ではありがとうございます。